マダンはパプアニューギニアのモマセ地方のマダン州の州都、ニューギニア島の北岸に位置する。2011年の人口は35,971人で国内4位。19世紀にドイツ人によって最初に開かれた町で、ドイツ名はフリードリ・ヒビル・ヘルム・ハーフェン。マダンにはディバインワード大学があり、留学生を受け入れている。ロシア人生物学者。 ニコラス・ミクルーホ・マクライが、おそらく、マダンを訪れた、最初のヨーロッパ人である。彼は1871年に15ヶ月間、アストロラーブワン、現代のマダン市街の真南に滞在した。彼は、マラリアで健康を害するまで地域社会と良い関係を、保っていた。1884年には、ドイツニューギニア会社が進出し、現代のマダンに拠点を確立しようとしたが、絶えず、 マラリアの脅威にさらされ、結局ラバウルへ移転した。1942年、日本軍は第二次世界大戦中にまだ戦いのなかったマダンを占領した。1943年9月にオーストラリア軍はマダン方面を奪回する作戦を開始し、町を1944年4月24日に占領した。戦闘により町は破壊され、 後に再建されなければならなかった。ありがとうございます。